スノーマンラウールが主演する映画、赤羽骨子のボディガードより、本日6月27日にラウールが21歳の誕生日を迎えることを記念し、劇場用幕あ映像第3弾場面写真5点が解禁された。動画、荒国、ラウールが最強の敵、神宮正親、土屋太鳳と壮絶なバトルからのプロポーズ。映画、赤羽骨子のボディガード。 劇場用幕愛映像第3弾本作は、週刊少年マガジン、講段社で連載中の短月正光による同名コミックスの映画化。とある事情から100億円の懸賞金をかけられた赤羽コ骨大好きな彼女のためにボディガードとなったい吹荒国に与えられたミッションは彼女にバレることなく守ること。果たして、そのミッションを無事にクリアすることはできるのか。主演のラウール。 スノーマンは、金髪白い制服姿でヤンキー不良高校生を熱演。撮影1ヶ月ほど前からアクション練習を重ね、ボディガード役に挑んだ。監督を務めるのは、エイプリルフールズ、ミックス、変内へ、の石川淳一。今回、6月27日にラウールが21歳の誕生日を迎えることを記念し、 強烈な個性を放つ3年4組のクラスメイトたちが勢ぞろいの劇場用幕合映像第3弾が解禁。荒国が赤羽骨子、出口夏樹を狙う殺し屋の田中、皆川る時に詰め寄るシーンの撮影で、相手の襟元を掴む所作を忘れたラウールに一同が爆笑するメイキングシーンから始まる。続いて、クラスの司令塔、染島住彦、奥平大賢。 コッシの親友で空手家のトゲ屋ネイ、高橋光、こは正式には、はしごだか、ら、三年四組の様々なスキルを持つボディガードたちが集結。コッシと荒国の水族館デートでは、クラス総動員のバトルが勃発する。さらに、荒国の前に最強の敵、神宮正親、土屋太夫、が立ちはだかり、壮絶なアクションを繰り広げたかと思えば、正親からまさかのプロポーズを受ける場面も。 原作者が太鼓判を押したという、原作では描かれていない映画ならではのストーリー展開も注目。和やかな現場の風景と、緊迫のアクションコメディが絶妙にミックスした映像となっている。合わせて解禁された場面写真は、荒国と共に骨子を守る3年4組のクラスメイトたちが戦闘モードに入る一幕や、クラスメイトたちが荒国のとあるミッションをリモートで見守るシーン。 傷だらけの荒国が澄彦と何やら深刻な話をしている場面などを捉えたもので一つの目的に向かってクラスメートと一致団結し挑む熱い学園アクションに期待が高まるものさらに荒国が骨子の父であり国家安全保障庁長官神宮正人遠藤健一からミッションを告げられる姿や骨子の姉でありながら骨子に敵意を抱く正親と対峙する緊迫の場面も収めている